はい、どうもブラッドです。ということで、なんとかですね、勝ち越しを決めました。よかった。今日も昨日みたいに相手が先に点取って、でもすぐ取り返して、で6回にはね、3者連発っていう派手な逆転劇ありましたけど、印象としてはよく勝ったなって感じですね。一部の選手しか活躍してないし、チャンスもほとんどなく、ようやくチャンスあったと思ったら点が入らず、かなり流れ悪かったので、本当よく最小のリードを守り切って競り勝ったなという気持ちです。まあ最後勝ってるんでね、何でもいいんですけどね。とにかくこれで3カードぶり、ナショナルズの時以来の勝ち越しなので、このままいい流れでね、明日からのアスレチックス4連戦も勢いに乗って勝ち進みたいと思います。ただこちらですね、オハッピーが左肩関節芯の損傷ということで手術になりました。復帰までは4から6ヶ月かかると言われています。これはショックがでかすぎました。オハッピーといえばここまで文句なしの打撃成績、そしてキャッチャーとしてもピッチャーからの信頼は厚く、攻守両面で大きな戦力ダウンとなってしまいました。オールスターキャッチャーが抜けたようなもんですからね。さらに言うと2番手以降のキャッチャーも強くないです。スタッシンの復帰時期は未定ですし、それまではタイスとオラックの2人体制、どちらもメジャーで実績ないですからね。最近活躍してますけど、やはり不安の方が大きいです。ただもうこうなった以上、いるメンバーでやっていくしかないですからね。僕もこれでね、全然今年のエンゼルス終わったとは思ってません。オハッピーの打撃の穴は他のメンバーでカバーすれば大丈夫です。ここまで期待通りに結果が出てないウォード、レンドン、レンヒーフォ、ドリューリー、ここがちょっと成績上げればもうすぐにオハッピーの穴カバーできます。キャッチャーは大谷選手の時ウォラックちゃんとやってましたし、タイスもまだ若いんでね、やっていくうちに徐々に良くなっていきますから、スタッシーもいずれ戻ってきますからね。オハッピーも早ければ8月下旬に戻ってきますから、この残念なニュースをむしろチームの発奮材料として、チーム一丸となってプレーオフ圏内にいられるように戦って、そしてオハッピーが合流したらラストスパート、さらにプレーオフで大活躍、そんなまたいいストーリーにしましょうよ。まだ今季試合少ないですけど、不甲斐ない部分もたくさんあるんでね、そんなチームが変わってくれることを願ってます。デトマーズの立ち上がりですが、ウィットジュニアいきなりレフト大きなフライでヒヤリとしましたね。ここはギリギリでレフトウォード取るんですけれども、次のメレンデスに一発。今日初めて投げたカーブだったんですが、メレンデスよく対応して強く打ちましたね。確かに球浮いちゃったんですけど、ここはメレンデスうまかったと思います。その後のデッドボールはもったいなかったですけど、パスカンティーノのね、いい当たりはセカンド正面だったんで、ここはラッキーでした。その裏、ノーアウト2塁3塁で大谷選手の犠牲フライ、ここもいい角度で上がったんですけれども、まだフェンスまではもうちょっと距離ありましたね。ここ1点は良かったんですけど、ノーアウト2塁3塁って考えたらね、一気に逆転までいければ最高でしたけどね。3回表トラウトのナイスプレー、ノーアウト1塁でウィットジュニアの当たりはセンターへ落ちそうなライナーだったですけども、ランニングキャッチ、その後かなり強い送球放りましたね。ハーフバウンドになっちゃいましたけども、ラムも最後倒れ込みながらもナイスキャッチ、ギリギリでゲッツーを完成させました。ここ上位打線だし非常に大きなプレーでしたね。4回のデトマーズ、2アウト満塁のピンチを作るんですけど、最後イスベルはセンターフライ、浮いたスライダーなんですけど球威が勝りました。6回のデトマーズ、パスカンティーノに一発、ここもカーブスライダーは低めで空振り奪ったんですけど、最後手が届くとこに投げてしまいました。ちょっともったいなかったですね。そして次のオリバレスのライトフライなんですが、これ本当だったらねトラウトのフライだと思うんですけど、これ太陽で見えなかったんですね。そんな中レンフローが走ってきてギリギリでキャッチ、これナイスプレーでしたね。レンフローはトラウトの様子を見てとっさに自分が取りに行ったんでね、これ地味ですけど素晴らしいプレーでした。ただ次のマッシーにヒット、これ低めのスライダーだったんですけどうまく打たれちゃいましたね。ここ一人抑えてくれたら6回投げ切れたんですが、非常に残念でした。デトマーズ90球だったので、個人的にはもうちょっと投げさせてほしかったですけど、まあ昨日ダヒー当たってたんでね、
しょうがないかなというところです。ウォーレンはよくアウトにしてくれました。エンゼルス打線2回から5回までエラーのランナー1人しか出してなかったんですが、6回3巡目花火大会待ってました。まずウォード肩口から入ったスイーパーうまくさばいてレフトスタンド、今季第3号、実に4月3日以来18試合ぶりの一発、お待たせしました、よく打った、グラサン兜もナイス。久々に見れたこのウォードの一発が一番この中で嬉しかったです。そしてトラウト、追い込まれながら低めのボール球、意味不明のセンター右へのホームラン、まさにトラウトらしい一撃でした。そしてウォードから兜を継承、さらにさらに大谷選手、ここまでカーブなかなか捉えられてませんでしたが、ようやくしっかりと捉えました。415フィート文句なしの一発、今季第5号リードを広げる貴重な一発となりました。そしてまたトラウトから継承、これ継承ルールあるんですね。いやーでもみんな持ってますね、特に3発目大谷さん絶対狙ってたでしょうけど、しっかりと打つ、いやすごすぎる。日本中どんよりとした月曜の朝、明るく照らしてくれました、ありがとうございます。直後ウォーレン2アウト簡単に取るんですけど、ウィットジュニアの一発、ここトラウト惜しかったですけどね、超人的な脚力をもってしてもここはあと一歩届きませんでした。8回の裏、まず先頭のトラウトは今日3本目の長打、左中間を真っ二つに割るツーベースを放ちます。そして大谷選手、平凡なファーストゴロかと思いきや俊足飛ばしてセーフ、進塁させたから十分と思いきやまさかのヒット、これでノーアウト1・3塁、最小の点差を広げるチャンスだったんですが、いつか見た光景、連続三振で結局得点入らず、あの全力疾走を見ていないのか君たち、連々コンビなんとか1点でも上げてほしかったです。嫌な予感ありありでしたが、最後はエステベスが3人で締めてくれました、ナイスゲーム。今日ヒット出たのは上位3人と9番のネトのみ、それ以外はフォアボールすら一切なし、普通これしか打ってないと負けますけど、今日はホームランのおかげで勝てました。トラウトは長打固め打ち、 OPS1.07 にはチャップマンに次いでアメリカンリーグ2位、そして出塁率4割4分はアメリカンリーグのトップになっています。大谷選手も快音快速見せてくれました。ブラッドショーは大谷選手、2者連続はよくありますけど3者連続はあんまないですからね、3本目打って締めたところがポイントが高かったです。今日レンドンが休みだったので後ろはチームのホームラン王レンフローだったんですけど、4者連続とはまあなかなかいきませんね。ただこれだけ上位陣いいバッター並んでるので、また今後4者連続5者連続ホームランに期待しましょう。デトマーズはホームラン2発浴びましたけど、全体的にはかなり良かったと思います。四死球は2つだけでハードヒットは多かったんですけど、ただその分ちゃんとゾーン内で勝負しているなという印象です。こちら今日のデトマーズの吸収割合と空振り率なんですが、これまでデトマーズは基本的にフォーシームを一番投げてたんですね。ただ今日はスライダーが半数以上を占めていました。多分相手打線がかなり積極的に来てたので変化球多くなったと思うんですけど、基本的にこのぐらいでいいかもしれませんね。スライダー早くて空振り奪えますし、大谷選手のスイーパーほどじゃないにしろかなりいい球だと思いますので、これをメインウェポンにしても面白そうですね。次回どんな配球をしてくるか楽しみです。そして今日デトマーズは22個空振りを奪ったんですが、これ今日の全体の試合の中で2位タイの多さでした。ピッチャーの顔ぶれ見ても分かるようにエリートですよ。前々からポテンシャルあることは分かってるんでね、あとは長いイニング投げるように、今後は6回7回しっかり試合を作れるピッチングを期待します。あとさっき言った配球の話なんですけど、今日投げたピッチャーみんな変化球が一番多かったです。ウォーレンはもともとスライダーがメインなんですが、他のピッチャーは普段よりもかなり球種の割合が違ってましたね。さっき言ったようにお相手どんどん振ってきてたからだと思うんですけど、チームの方針かウォラックか分かりませんが、
これが功を奏したのかなと僕は思ってます。ウォーレンは一発浴びましたけど、ムーアもエステベスも3人できっちり抑えましたので、今日は投手陣みんなよくやってくれたと思います。ナイスピー。今日は上位3チームが勝利。アストロズは結局ブレーブスをスイープして今4連勝中。まあさすがですね。明日からのアスレチックス4連戦はこの先発陣。まず明日、お相手ウォルディチャックは開幕2戦目に6点取って勝ってますから。トラウト、大谷選手、そしてオハッピーのホームランがありました。またたくさん点取ってスアレスに今季初白星をプレゼントしましょう。スアレスも明日は頑張れ。アスレチックスならやれる。トリプル A です。今日はアデルがツーベース2本、そしてハーゲットが7回途中から 1.2 イニング投げてヒット1本、無失点に抑えています。 WA です。エンゼルスのプロスペクトランキング10位のカイレン・パリスにホームランが出ています。そして同ランキング3位のエドガー・クエロがヒット2本、期待の若手タッカー・フリントもヒット2本放っています。そして9回1点ビハインドでマウンドに上がったベン・ジョイスなんですが、三振2つは奪ったものの、四死球3つ、ワイルドピッチ2つ、そしてツーベースで3失点と大乱調となってしまいました。はい、では今回は以上とします。ご視聴誠にありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。